主人公虎杖悠仁、現在大ヒット中の劇場版呪術廻戦ゼロ。そんな呪術廻戦最大の謎の一つといえば虎杖悠仁。特殊な主人公である虎杖は、主人公にもかかわらず家族と出世、刻まれる術式の詳細、身体能力が高い理由など、いまだ数多くの謎が残されています。今回はそんな虎杖の全ての謎を解明していきたいと思います。ということで、今回は虎杖悠仁にまつわる全ての謎を徹底考察したいと思います。なお、呪術廻戦第172話までのネタバレを含みますので、ご注意ください。まだ見てない方は必ず動画をここで閉じるようよろしくお願いします。それではどうぞ。呪術廻戦の主人公であり、呪術高専東京高1年の虎杖悠仁。虎杖は亡き祖父からの遺言で人を助けることを信条としています。そんな時、伏黒が回収に来た特級呪物両面宿儺の指を偶然発見したことで呪霊の事件に巻き込まれてしまうんです。そして事件の発端となった宿儺の指を取り込んだ虎杖は、より多くの人間を救うべく自らも呪術師として活動することになるんです。そんな虎杖は長い間家族関係も祖父しか判明しておらず、その出生は謎とされてきました。しかし物語が進むにつれて、次第に虎杖について謎が明らかになっていくんです。結論から言うと、虎杖悠仁の正体は賢者が作った両面宿儺のための器。その根拠は全部で9つあります。では時系列に沿って解説したいと思います。虎杖の正体に関する根拠の一つ目、それが第1話から虎杖が人間離れしているように描写されていたことです。その一つが虎杖のズバ抜けた身体能力。陸上部入部をかけた際に、虎杖はなんと砲丸投げで約 30m の記録を打ち立てています。ちなみに2021年12月現在の世界記録は 23.37m。 さらに噂クラスですが、虎杖は 50m を3秒で走ると言われている場面もあり、ヒグマのトップスピード並みの走力があることになります。このようにですね、虎杖には普通に考えて人間離れした描写があえてなされている違和感があるんです。虎杖の正体に関する根拠の2つ目、それが虎杖が宿儺を制御できたことです。これはかなり異常なことで、そもそも宿儺の呪いは通常の人間には猛毒であり、普通は死んでしまいます。しかし虎杖は宿儺の指を取り込んだ後も死ぬどころか乗っ取られることもなく、逆に宿儺を抑え込むことすらできたんです。乗っ取れない、この虎杖とかいう小僧一体何者だ。これには乗っ取ろうとした本人である両面宿儺も驚愕。さらに一瞬で相手の術式を看破する陸眼の持ち主五条悟ですら、まじまじと観察するように虎杖を見ていたんです。千年生まれてこなかった逸材。第2話で五条悟が虎杖の現状を奇跡と認めたんです。このように作中最強と名高い二人をもってしても、虎杖悠仁の底を吐かれていませんでした。虎杖の正体に関する根拠3つ目、それが第101話でメイメイに対して下等扮する賢者が出した特級特定疾病呪霊放送神の存在です。そもそも12巻のおまけページで賢者が嘘をついていることが判明しています。それは101話で登場させたのは放送神ではなく放送ババアであること。ちなみに放送神は芋神といい天然痘を司る神で悪神の一種。それに対して放送ババアは宮城県に放送を流行させ病死した人間を食べる妖怪です。そう、放送ババアは宮城県にしか存在しないんです。もともと下等優れの扱う呪霊操術は、呪霊をストックするために直接呪霊を退治し取り込む必要がありますよね。しかし百鬼夜行の時に下等は手持ちの呪霊を極の場渦巻きで全て使い果たしています。つまり放送ババアを扱うには、賢者が下等の肉体を乗っ取った後に宮城県に取りに行った可能性が非常に高いんです。そして宮城といえば虎杖の母校である杉沢第三高等学校があります。さらに確定ではないんですけども、第1話で虎杖が砲丸投げをするシーンでミミコとナナコの姿らしき少女の姿も描写されています。つまり虎杖の母校の百葉箱に不自然に置かれた宿儺の指、そして虎杖がそれを見つけて宿儺の指を取り込んだこと、これらは偶然だと思われてたんですけども、かなり高確率で賢者が全て仕込んでいた可能性があるんです。虎杖の正体に関する根拠の4つ目、それは虎杖と交戦した敵が時折思い出す存在しない記憶です。現在のところ存在しない記憶が発動したのは2回、1回目は第35話で東堂葵との戦闘時、そして2回目は第106話で長宗との戦闘時です。この存在しない記憶についてはテレビ番組に出演した芥見ゲゲ先生が直々に虎杖の術式ではないと断言。しかし東堂も長宗もそれぞれ違う理由で存在しない記憶をフラッシュバックしているというんです。そこで注目したいのが虎杖対長宗戦で長宗が見た存在しない記憶です。そこで長宗たち兄弟が仲良く食卓を囲んでるんですけども、その中に虎杖の姿もありました。まるで長宗と虎杖が兄弟であるかのような記憶だったんです。では一体なぜ長宗は虎杖と兄弟だった記憶を見たのか。それは次の根拠、長宗の出生につながってきます。そして根拠の5つ目が長宗の出生です。そもそも長宗は鴨の糸を乗っ取った賢者によって使
作られた受胎クソウゾと呼ばれる人間と樹霊のハーフです。そんな長宗がイタドリと兄弟である存在しない記憶を見た理由は第135話で明らかになります。俺の術式の影響なんだ。血のつながった弟たちの異変はどんなに遠くいようと感じ取れる。つまりイタドリの死を強烈に感じ取ってしまった長宗が血の絆でイタドリが兄弟であると感じ取ったんです。つまりイタドリも賢者によって作られた根拠につながります。よくも俺にイタドリを弟を殺させようとしたな。事実長宗が第134話で賢者に襲いかかった時に賢者はこのことを否定しませんでした。さらにイタドリは受胎クソウゾではないことも明らかになっています。それが第141話で直哉と対峙した時の長宗のセリフ。十人兄弟のお兄さん。つまりイタドリは受胎クソウゾとは別枠で賢者が作った存在、スクナの器である根拠の一つとなるんです。イタドリの正体に関する根拠の娘、それは第133話でイタドリに猛攻を仕掛ける賢者の放ったセリフです。我ながらさすがというべきか、スクナの器はタフだね。まるで賢者がイタドリのタフさを見て自画自賛しているようなセリフは、まさにイタドリが自分が生み出した存在であることを明言しているんです。そしてイタドリの正体に関する根拠の7つ目、それは第143話でイタドリの記憶の中で登場した母親の姿。一コマだけの登場だったんですが、イタドリの生みの親である母親の額には大きな縫い目のような跡が残っていたんです。そう、まるで賢者に乗っ取られたカモノリトシやゲトウスグリのように傷跡こそゲトウたちよりも薄く目立ちにくくなってるんですけども、間違いなく賢者が関与している証拠となります。そしてイタドリの正体に関する根拠の8つ目、それが第145で明かされた天元と賢者がかつて関係があったことです。天元が賢者の目的を語るときにあの子と表現していました。つまり1000年以上前に天元と賢者にはそれなりのつながりがあることが明らかになっているんです。そして天元といえば星晶体です。星晶体は不死の術式を持つ天元が人間の理性を保つために天元と遺伝子レベルで適合する人間のこと。そしてこの星晶体は天元と同化することが前提となっている人間。このことを当然窮地の中である賢者も知り、イタドリをスクナの器として生み出す時の着想にしている可能性が高いんです。そしてイタドリの正体に関する最後の根拠、それが第160話で死滅回遊に巻き込まれた岡賢の佐々木先輩に放った賢者のセリフ。息子と仲良くしてくれてありがとう。賢者が佐々木先輩をコロニーの外に連れ出した時に思い出したように言うんです。そしてそう言われた佐々木先輩は夢から覚めてある人物を思い出すんです。それがイタドリユージ。以上9つの根拠から現時点においてイタドリユージの正体は賢者が作った両面スクナのための器であると断定します。両面スクナの器であるイタドリはスクナの器なので呪霊たちからだけではなく味方である高専上層部や術師たちからも命を狙われる宿命を負ってしまいます。しかしイタドリがスクナの器であったから得られたものが2つあるんです。まず1つ目が呪力。今までの呪いとは関係ない平凡な人生を送っていたイタドリですが、イタドリの指を取り込むことで呪力を得て術師として活躍できるようになったんです。そして2つ目が術式です。熟練した術師たちにとって戦闘において要となるのが術式。この術式は基本的に先天的に刻まれるもので使える術式は決まっています。これを聖徳術式といって、例えば伏黒の徳佐の影棒術や釘崎の数霊寺法もこの聖徳術式。しかしイタドリには聖徳術式がなく、現在のところ術式は発現していません。つまり正確にはイタドリはまだ術式の恩恵を得てないんです。しかし第12話で五条がイタドリに今後術式が刻まれることを明言しています。そのうち君の体にはスクナの術式が刻まれる。それではイタドリに刻まれるスクナの術式とは何でしょうか。結論から言うと、イタドリに刻まれるスクナの術式は勝利にまつわる術式です。考察を交えて解説していきたいと思います。まず現状分かっているスクナの術式は6つ、器であるイタドリの致命傷すらも修復する反転術式、通常の斬撃を放つ回、呪力数や強度に応じて人たちで対象を下ろす8、第115話でジョーゴに対して見せたボックスとフーガ、そして炎の矢。まずは反転術式以外の5つの術式について解説します。スクナの術式で2種類の斬撃が回と8です。回は目に見えないいわゆる通常の斬撃、8は呪力数や強度によって変わるんですけども、人たちで敵をさばける攻撃力の斬撃です。そして現在のところ最も謎の多いスクナの術式ボックスとフーガ。このボックスとフーガは芥見先生の前作であるナンバーナインという読み切り漫画でも似た能力が描かれていて、そこから能力を推察することができます。ストーリーの詳細については今回省略させていただくんですけども、ナンバーナインの主人公であるつくもひろまさはスクナが唱えたフーガと全く同じセリフで能力を行使する場面があるんです。つくもひろまさはまずジャックアウトという言葉と
とともに9つの箱を出現させ、さらに風雅という言葉とともに9つの箱から剣や弓など様々な武器を出現させて攻撃することができる能力を持ってるんです。そしてこのスクナのボックスという文字から黒い箱、つまり黒いボックスと捉えることができますよね。そしてこの黒いボックスはナンバーナインでいうつくもひろまさのジャックアウトの能力を連想させるんです。そして風雅という言葉が同じ芥見先生のナンバーナインと呪術廻戦に登場していることから能力の仕組みについてもセルフオマージュしている可能性は十分あるんです。そう考えるとスクナはこのボックスに何かしらの術式を保管し、風雅という言葉を使い術式を取り出していると推察することができるんです。そしてボックスと風雅の能力の考察を裏付けるのが炎の親の術式です。お前の得意でやってやろう。第115話で炎が得意なジョーゴに対し、あえて炎という対等な術式で火力勝負をしようとスクナが言っていました。つまりこのセリフからスクナはこの炎の矢の術式の他にも使える術式があると捉えることができるんです。現にジョーゴはスクナの術式を切断や斬撃だと思っていたので驚いた表情をしていましたよね。このことから炎の矢の術式はスクナの持っている貝や蜂とは違う術式だということがわかります。つまりこの炎の矢の術式はナンバーナインの主人公つくものようにあくまでスクナがボックスの中にストックしている術式の一つであり、別の術式を発動することもできるんです。しかしここで一つの大きな疑問が出てきます。どうやってスクナはボックスに術式をストックしているのでしょうか。結論から言うとスクナが術師を食べることによって対象の術式を得られていると考えます。そしてそのヒントは同じジャンプに掲載されているハンターハンターの中にあるんです。芥見圭介先生が尊敬する漫画家の一人がハンターハンターの作者である富樫義博先生、呪術廻戦の中には尊敬する富樫先生のオマージュが数多く見られます。そしてスクナの能力を考察する上で鍵となるキャラクター、それがハンターハンターに登場するメルエムなんです。まず呪術廻戦とハンターハンターには作品として共通する点が多くありますよね。2点例に挙げたいと思います。まず1つ目が作画や漫画の構図です。芥見先生の作画が富樫先生と似ているという話は有名な話なんですけども、実は構図にもリスペクトを感じられるシーンが多いんです。第132話で虎杖が黒線を放ったのと、第181話でゴンが元帥にとどめの一撃を放った構図、第157話のハカリが虎杖の心を檻にかかるシーンと、フィンクスのリッパーサイクロトロンの作画や構図、この他にも当時の格納呪霊とアベンガネの念珠の巻き付き方、メイメイとヒソカの能力解説シーンなど多くのオマージュシーンが登場しているんです。さらにもう一つ紹介したい共通点が能力の設定です。呪術廻戦において能力を扱う時には大きく要となるのが呪力です。そしてハンターハンターでは能力の要、生命エネルギーをオーラとして扱う念という設定があります。例えばですね、呪力と念の解説シーンや三輪と信長の能力など細かくオマージュされているところはあるんですけども、注目したいのは縛りという設定。この縛りは自分自身や他者との間に決め事をしたり、自分に制限を課すといった縛りを設けることで、その代償に自らの能力を向上させたりする設定です。実はこの縛りと全く同じ設定がハンターハンターにあるの知ってましたでしょうか。それが制約と制約。そしてここで呪術廻戦に話を戻し、呪術廻戦の公式ファンブックの縛りの解説を見るとこう書かれています。術師が交わす制約と制約、修営者公認でこう説明されてるんです。このように呪術廻戦はハンターハンターから作品としての多くのヒントを取り入れてることがわかりますよね。でもですね、スクナの能力を考察するヒントはなんでメルエムなのか。実はスクナとメルエムにも意外な共通点が2つあるんです。その1つ目が性格。武をわきまえろ、司令者が要は空腹じゃ、思想を用意せ。スクナもメルエムも共に尊大な性格で、自らが世界の頂点であると疑っていません。そして2人とも凶暴で残虐な性格をしているんです。スクナは受肉してすぐに王殺だと言って周りの人間を殺そうとしていました。メルエムも東ゴールド共和国にいた総帥や側近たちを躊躇なく惨殺しています。女も子供も宇治のように湧いている。お前らは豚や牛の命乞いに耳を貸したことはあるか。さらに2人とも人間を人間とも思っていません。スクナは宇治と表現していて、メルエムは家畜として接していました。しかしそんな両面スクナもメルエムも決して残忍な性格だけではないという点も共通しているんです。二度はない、二度言わすな。このように敵や目下の存在であっても相手に対して一度は許容する懐の深さを見せることもあって、支配者としての貫禄や風格があるんです。そして2つ目の共通点が肩書きです。呪術廻戦の作中最強キャラである両面スクナ、ハンターハンターの作中最強キャラであるメルエム、スクナは呪いの王であり、メルエムは虫の王、共に天才や災害に近い存在として語られる2人にはキャラとしても共通点があったんです。以上からですね、呪術廻戦はハンターハンターからかなりインスピレーションを受けていることが分かったと思います。そこで呪術廻戦最強キャラ両面スクナの術式を考察する上で、改めてハンターハンターの最強キャラメルエムの能力を見ていきましょう。メルエムの能力はオーラを食う能力です。シンプルなんですけども、メルエムは敵を捕食することで敵のオーラを自らのものにできて、さらに強くなっていくという能力なんです。さらに299話でミニチュア
チュアローズで瀕死の重傷を負ったメレムは覚醒するんですけども、この時メレムの命を救うために部下であるプフとユピーは自らの肉体を差し出すんですけども、二人を食べたメレムはなんとプフとユピーの能力が使えるようになっていたんです。そう、メレムは食べることで食べた相手の能力すらも自分のものにできてしまったんです。そしてこの食べるという能力、スクナに当てはまると驚くほどしっくりくるんです。実は公式版ブックによると、スクナの趣味嗜好が食べること、そしてスクナはメレムと同じように人間も食べるんです。しかし現在明かされているスクナの術式は怪異8、炎などを全て調理する側の術式ばかり。果たして調理した料理、人間はそのまま捨てるのでしょうか。もちろん食うに値しない場合は容赦なく殺すだけでしょうが、普通に考えると人間を捕食するスクナにとって全てを破棄するとは考えづらいんです。もしメレムのように食べた人間の術式を自分のものとできたなら、そしてその術式をボックスにストックすることができたならば、スクナは自分の術式以外にもたくさんの術式を持つことになるんです。そうなると第115話でジョーがスクナの術式を切断と斬撃だと思っていたことの裏付けにもなるんです。以上よりスクナのボックスに術式をストックする方法は、メレムのようにスクナが術師を食べることで対象の術式を得ていると考察します。そしてスクナが食べるという行為において、イタドリユージがスクナの器であることが改めて重要だと分かりますよね。第24話では吉野純平の母親から晩御飯を誘われ、アレルギーや嫌いなものがあるか聞かれた時、ナイスと即答していて、好き嫌いもアレルギーもないことが判明しています。つまりイタドリの体は何かを食べることで拒絶反応を起こさない体。そもそもイタドリは亡き祖父の遺言で、たとえ誰かを助けるためとはいえ、得体の知れないスクナの指を食べるというのは一般人の発想からしたらかなり躊躇。しかしイタドリは躊躇なく食べていたんです。仮に人間を調理し捕食するというスクナの術式が器であるイタドリに刻まれた時に、強力なパワーアップとともにイタドリにとっては人間を食べなければならないという絶望的な未来が待ってるのかもしれません。ここまでスクナの術式について判明していることと考察してきたんですけども、なぜスクナの術式が料理にまつわる術式なのか解説していきたいと思います。根拠は4つあります。スクナの術式が調理にまつわる術式である根拠の一つ、それはスクナの領域展開福間水氏の言葉の意味です。まず福間水氏は福間と水氏に意味を分けることができます。福間とは中国の電気小説水戸伝に登場する福間伝に由来していて、魔物が潜んでいる伝道を意味します。次に水氏は水氏どころに由来していて、貴人の家の台所で食事や酒魚を調理する厨房を意味します。つまり福間水氏は魔物が潜む厨房と捉えることができ、まさに料理や調理に密接に関係しているのがわかる。スクナの術式が調理にまつわる術式である根拠の2つ目、それは作中の至るところにスクナが調理に例えるセリフや調理に関するセリフが多いからです。例えば第8話、スクナと同じく特級に分類された雑魚呪霊を瞬殺した時のセリフ、3枚に下ろしたつもりだったんだがやはり弱いなお前。さらに第117話でマコラと対峙したスクナは楽しそうに言ったセリフ、味見といったところだな。このようにスクナは調理や食事になぞられる発言が多いんです。そして第119話でスクナの斬撃カイト8を解説するシーンの描写では2種類の包丁が描かれ、包丁から斬撃を連想させる表現がされているんです。このようにスクナ自体が調理もしくは料理や食事に対し興味関心を寄せているような表現や描写が多いことは、スクナの能力を暗喩している可能性にもつながります。ちなみに少しメタ的になるんですけども、ジャンプ本誌での掲載時第118話の煽り文では蛮子の厨房現る、第119話の煽り文では美味なる死は入念な下ごしらえから、このようにですね、どちらも調理を連想するような文章が使われていました。そしてスクナの術式が調理にまつわる術式である3つ目の根拠、それは公式ファンブックに記載されていた情報です。注目したいのはスクナの快感とは一体何ですかという質問、答えは食べることだと明言されていました。公式ファンブックを読んだ人の中にはですね、スクナが呪いの王らしく人を恐怖に陥れたり人を殺したりそういうことに快感を生み出すタイプではなく、食事だということを意外に思った人は多いんじゃないでしょうか。そしてもう一つ注目したい情報が裏埋めの存在、作中ではスクナとの関係性はあまり分かってないんですけども、公式ファンブックでその関係性が明らかになっています。なんと裏目はスクナに料理人として使えることが許されていた人物だったんです。スクナは人間を食べることもあるんですけども、裏目はその人間を調理する才能に秀でていたんです。このことからですね、スクナは料理や食に大変なこだわりがあることが分かりますよね。そんなスクナの術式が調理にまつわる術式である根拠の4つ目、それが両面スクナのゆかりの地に残された伝説やものです。そもそも両面スクナは仁徳天皇の時代岐阜県に言い伝えられている
ている飛騨に現れたとされる鬼神です。そんな飛騨の地には両名宿儺にまつわる多くの伝説やゆかりのあるものが残されています。その中で特に注目したいのが善久寺にある両名宿儺の御前石と呼ばれる石です。これはですね、宿儺が寺の軒先から離れたところにあった石を善にして鍋を食べたという伝説が残された場所だったんです。さらに飛騨大鍾乳洞には宿儺を忍び五穀豊穣を願った宿儺鍋という大鍋が展示されています。このように宿儺は調理や食事にとてもゆかりのある人物だったことが伺い知れるんです。こうして見るとですね、現在判明している貝と鉢も調理に関連した術式です。貝は素材の解体や鉢は魚などをさばくという言葉の意味として捉えることができる。さらに上古戦で見せた炎の術式も調理には欠かせない火と密接につながっています。戦闘において術式が使えない、その弱点を補うのが虎杖の身体能力です。そんな虎杖が武器としてメインで戦う体術が蛍蹄拳。蛍蹄拳は虎杖ならではのトリッキーな攻撃方法で、一度の打撃に二度のインパクトが生まれる。蛍蹄拳は呪力の流れる速度が虎杖の放つ高速の打撃に追いつかず、呪力が打撃と時間差で敵に届く二段攻撃です。ただ呪力をうまくコントロールできないことと、もともと持って生まれた類稀なる身体能力のおかげで偶然身につけた技、五条からも今後虎杖の大きな武器になると言わしめるほどの技でした。このことからも宿儺の器とはいえ、改めて虎杖が脅威の身体能力を秘めていることがわかりますよね。そんな虎杖の異常な身体能力と現時点で術式を持っていないこと、さらには呪術改正において術式がなく異常なまでの身体能力を手にする可能性が一つだけ判明しています。それが天与呪縛。それではここで虎杖が天与呪縛である可能性について考察していきたいと思います。天与呪縛は自らが自らに課す通常の縛りとは違い、生まれながらに肉体に強制された縛りのことです。そして作中に登場している天与呪縛のキャラクターは全員です。3人アルティメットメカ丸ことメタコウキチ、全員マキ、そして伏黒杜氏です。中でもマキと杜氏には虎杖が天与呪縛であることを裏付ける共通点があるんです。マキは生まれ持った術式を持たず、呪力も一般人程度なんですけども、代わりに身体能力と肉体的な耐久値が高かった。その肉体強度は素手で銃弾を受け止めても軽傷で済む程度、まさに人間離れしてますよね。そして虎杖はこの全員マキに非常に似てるんです。それは術式が使えない点、そして人間離れしたズバ抜けた身体能力。このようにマキと共通点のある虎杖も天与呪縛である可能性が高くなるんです。そして作中最強の天与呪縛の人物、伏黒杜氏。杜氏は恵みの実の父親であり、体に一切の呪力は宿っていないという非常に軽有なキャラクターです。しかし呪力が完全にゼロであることと引き換えに、杜氏は超人的な身体能力、そして極めて鋭敏な五感、それと高い呪力耐性を持っていました。そんな杜氏には虎杖が天与呪縛であることを裏付ける注目すべき共通点があります。それが高い呪力耐性です。当時の高い呪力耐性は第73話で明らかになっています。呪霊に自らの体を格納させてサイズを落とす、それを俺の腹の中にしまう。なんと当時は生身の人間でありながら猛毒である呪霊を腹の中で飼っていたんです。この呪いを体内に取り入れてもピンピンしている呪力耐性、ある人物を思い出しますよね。そう、宿儺の指を取り込んだ虎杖悠仁。そして作中において呪いを取り込んで無事でいる人物は下等傑、伏黒杜氏、虎杖悠仁の3人だけ。ゲトについては呪霊を取り込んでも無事でいるのは術式が呪霊操術であるためであり、術式を持たない虎杖が無事でいる理由はゲトと同じ理由にはなりません。一方当時が呪霊を取り込んでも無事でいるのは天与呪縛により高い呪力耐性を持っているから。つまり宿儺の器とはいえ、虎杖も天与呪縛により高い呪力耐性があったのではないかと考えることができるんです。以上より、虎杖は天与呪縛である可能性が非常に高い。という感じで虎杖の正体と術式と天与呪縛について考察してきたんですけども、皆さんどう思いますでしょうか？ぜひともコメント欄に記載してもらえればなと思います。